フランちゃん、レミリアさん、お久しぶりね。パブロ姉さん、それに国際。よかったわ、今回も姉妹が揃ってるわね。あなたたちのおかげで、とても穏やかな日々を送ってるわ。さ、ここは私の力を貸しますわよ。パブロ姉さん、とっても頼もしい。ごめんなさいごめんなさい、またおっちょこちょいが出ちゃったわ。最初はイカ状態でジャンプするのね。フルスピードで駆け抜けるわよ。早い、さすが姉さんだね。なるほど、ここでエイジが補充できるのね。次は、姉さんのヘッドバンキングが見れるかな。任せてフランちゃん。これが噂に聞いてたヘッドバンキング、すごいメタルな感じね。ここは箱を全部壊すんだね。あーやばい、壊せなかったー。ここは結構難しそうね。おらーもうやみくもに振っちゃえーやー。ごめんなさい、私の頭がもう少し長ければ。あなたが責任を感じることじゃないわ。それに、もう十分長いから大丈夫、今度こそ全部壊すわよ。一個でも箱を壊しすぎるからアウトだもんね。やった、いい感じね。あーでも、もう時間がなくなってきた。間に合うかしら。あー、苦しさってちょっとだけ知ってる。それより、インクがやばいわ。ほんとだ、これは一旦回復しないと。間に合えー。やぶー。なるほど、このチャレンジはスピードも大事だけど、インク管理も重要ってことね。さっき姫が、カーリングゴムも使うといいって言ってたよ。あ、ほんとだ。あーちょっと投げる方向ミスったけど、これで少しはインクが節約できたかな。うん、確かにもて潤いが戻った感じがするわ。いやどこから中になんですか。さあ、ここが一番難しいから、集中していくぞ。さらにここで潜って、少しインク回復。なるほど、その手があったのね。しかもこれで動かずに壊せるよ。最後は私の出番ね。ありがとうパブロ姉さん、クリアできたよ。ふん、久々に暴れて、気持ちよかったわ。ちょっと短かったから、今日はもう一息やっていくわよ。ジェットパックのステージだね。ジェットパックももう何回もやったことあるもんね。パパッとクリアしてみせるわよ。この駅は、深海メトロ中央駅の近くだね。最初に右に行ってれば、すぐやっていたはずね。右に行くか左に行くかで、物語も大きく変わっていたかもしれないね。そうね。へへ、甘いわね。こんなんじゃこのレミリア様には当たらないわ。お姉様、さすがだね。なるほど、あの電電スイッチを押すと、足場が出てくるのか。ジェット噴射で浮いてるだけだから、足場がないと落ちちゃうんだよね。深海メトロで学んだことの一つね。うわ、今地味に危なかったよ。これって、一回でも当たったらアウトなのかな。さあねー。イエーイ、引き寄せポイント気持ちいいわ。また引き寄せポイントあった。正確に狙わないと落ちちゃうね。おやー、なんだ、楽勝ね。なんせ、あの赤熊、完成塔を経験してるんだからね。それに比べれば可愛いもんよ。あれはマジで地獄だったね。ほんと、もうやりたくないわ。うわ、でも結構敵多いね。これをしっかり避けながら、全然スイッチを打っていく感じね。ここを抜ければゴールだよ。よっしゃ、頑張るわよ。下にいる関係ない敵は、倒さずに行くわ。確かに、ゴールできればそれでいいもんね。無駄な殺傷はしないスタイルで行くわよ。最後はどうするのかな。あ、矢印出てきた。また上の引き寄せポイントだよ。あくま、足元に注意して、しっかり狙うわよ。やったねお姉様、クリアかな。イエーイ、サクサク進めたわね。さすがお姉様、もうジェットパックはお手の物だね。